こんにちは、渡辺です。今日はですね、ヘアアクセサリーってあるじゃないですか。こういう風な三角クリップとか、あとはこういうね、マジェステ、こうやって分割してるやつとか、あとはヘアフックとか、こういうね、フックタイプのやつとか、こういうやつって、ね、たくさんね、可愛くておしゃれなやつあるかなと思うんですけど、これどうやってつけるのっていうこととかあるじゃないですか。付け方が結構難しかったりとか、これが合ってるのかどうかもわからないっていうね、そういったことってね、結構ね、皆さんね、意見もいただいてたので、僕なりにこうやってつけたらおしゃれに見えるんじゃないかなっていう方法だったりとか、あとはね、スタイルが長持ちするんじゃないかなっていう方法について紹介していきたいと思います。まずはこのゴム状のヘアアクセですね。これの付け方についてやっていきたいと思います。基本的になんですけど、これってまあポニーテールとかで使う方がやっぱりやりやすいかなと思うの で、しかもこういうのってゴム隠しみたいな感じになってるんですね。こんな感じで付ければベストなんですけど、この付け方、多分ね、大体の方ってもうゴムを先にこう通しちゃって、で最後にこういう風に持ってくるんですけど、多分これだとうまいことこう持ってこれないというか、なんかバランスがうまくね、真ん中に来ないとかっていうことがあるので、こういう付け方ではなくて、僕らはだいたいね、まずここに当てます。もうこの位置で止めますっていう位置で当てます。でその後にちょっとね、やりやすい方でいいと思うので、ゴムを巻きつけていく。こうすると形も崩れないですし、結構ね、簡単についてくれます。こんな感じでだいぶ綺麗に止まるかなと思うので、ゴム状のヘアアクセはまずゴムの部分ね、ここの位置をしっかりと決めて、そこに置いてから巻きつけていく。これがポイントかなと思います。次にこのヘアフックです。これの付け方について紹介していきたいと思います。この付け方もできれば、まあ、ポニーテールとかの方がバランスは綺麗かなと思うので、このね、まあ、ポニーテールでゴムを結んだ後にこれを上からガシャッとはめるだけ。むちゃくちゃ簡単なんですよね。でこうすることによってゴムが隠れたりとか、ちょっとおしゃれ感が増すので、結構ね、アレンジが苦手な方、ヘアアクセの使い方がね、あんまりわからない方におすすめのアイテムかなと思います。次はね、こういうもう分割されてる、これのね、使い方について紹介していきたいと思います。これも基本的になんですけど、ポニーテールとかの方がやりやすいかなと思うので、まずね、このこっちのね、土台になる部分を髪の毛のね、ゴムの上に置きます。で下のこの辺がこうゴムに隠れるような感じで置いてあげるとベストかなと思います。で置いて、でこの棒を通していくんですけど、髪の毛をすくってこうね、こうやって止めるだけ。これで結構ね、頑丈に止まります。でゴムも隠れて、これだけでね、おしゃれに見える方法になってるかなと思うので、これの使い方はこんな感じでやればベストかなと思います。次にこういうちっちゃいクリップあるじゃないですか、こういうね、タイプの、これの使い方について紹介していきたいと思います。これは基本的にいろんなところにつけれます。で僕個人的につけるところで、まあなんか一番いいかなっていうところは、だいたいね、この横の部分、この部分ですね。結構襟足がたるみやすかったりとか、耳の後ろがだるんとして疲れて見える方だったりとか、髪の毛の多い方ってここ結構だるんとしやすいかなと思うので、そういったところにね、こうたるまないようにガシッとつけてあげる。こうやってつけてあげるでもね、なんかおしゃれに見えていいかなと思うので、まあこれだったらね、ちょっとゴムがそのまま見えちゃってるんであれなんですけど、まあだからここにまた違うアクセをつけてもいいと思うし、こういう風にね、横に2連につけるか、もしくは1個だけをこのね、ゴムの部分を隠すような感じでね、こうやってつけてもバランスがいいかなと思うので、まあここにつけてももらってもいいし、例えばですけど前髪を留めるように、やってもらってもいいかなと思いますので、このね、クリップはね、かなり万能、いろんなところに使えるかなと思うので、今回ポニーテールでやってるんですけど、お団子のヘアスタイルでも全然作れるかなと思いますので、
このクリップタイプに関してはこういう感じでつけるのが個人的にはおすすめです。次は結構ね強力なこのクリップですね。これの使い方について紹介していきたいと思います。こういうね強力なクリップタイプのやつはお団子に留めると抜群に効果を発揮してくれるかなと個人的には思ってるので、この例えばねここにお団子にして毛先がダランとしてる状態で、ここでね巻きつけたりとかしてピンだったりとかゴムだったりとかで留めるかなと思うんですけど、それをこのヘアアクセで賄っていけばいいかなと思うので、これつけるだけでも結構おしゃれに見えます。で、だいたいこう毛先をねちょっと中に入れ込んだ状態でその上からねもうぐっすりと留めます。ちょっとね外れにくいように、こんな感じで留めるだけでもバランスが結構良くなって、まあヘアアクセなんでちょっとねおしゃれに見える感じに見えるかなと思いますので、髪の毛の量が多い方だったりとかねささっとまとめたい方におすすめのアイテムかなと思います。最後にね三角形のヘアアクセですね、こういう風なワニクリップタイプになっているのか、こういう風にねパチンと留めるタイプ、これの付け方について紹介します。でこういうね三角形のヘアアクセもどちらかといったらお団子につける方がバランスは綺麗かなと思うので、まずねこういうワニっぽくなってるやつ、これって結構ねいろんなところにつけれるので結構簡単に決まります。例えばこういう側面だったりとかにねこうやってつけてもおしゃれに見えるし、なんだろう少しちょっと上気味にこうやって留めてもおしゃれに見えるし、まあ後ろのねこのサイドのこの部分か、まあお団子のちょっと上あたり真上に留めるとちょっとバランスはおかしいかなと思うんですけど、少しねこの横に斜めにつけてあげるとおしゃれに決まるかなと思います。で最後にねこのパチンとするタイプでこれをつけちゃうと外せないっていうのがデメリットがあります。で一回つけちゃって外しちゃうとちょっとぐちゃぐちゃっとなってしまうので、これはつけるのがちょっとねテクニックがいります。なので、まあ、バランス的なんですけど、これも同じで三角なんでちょっと斜めにつけるとか、あとはこういう毛先あるじゃないですか、お団子の毛先とこの根元の部分を一緒に留めてあげると結構綺麗に留まります。でこれ側面別にやってもらってもいいんですけど、個人的にはこういう風に斜めに留めてあげるプラス、あとは毛先が結構ね取れやすい方だったりとか、ヘアアレンジがね崩れやすい方に関してはこの毛先と根元を一緒にパチンと留めてあげると崩れにくいし、個人的にはなんかおしゃれに見えるかなと思うので、このパチンってつける三角クリップに関してはこういう風につけるのがベストかなと思います。はい、ということで今日はヘアアクセの付け方について紹介させてもらいました。まああくまでもね個人的にこうやってつけた方がまあベーシックで可愛いし、まあおしゃれに見えるかなっていう方法になってます。結構ね知らなかった方法だったりとかもあったかなと思いますので、これからね暑くなってくる季節よかったらね参考にしてもらえたらなと思います。はい、この動画がよかったらグッドボタンとあとチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。